私はマジで結構やんちゃをしたもん。触りそうな奴らは大体友達。街の裏道歩いてきたんだぜ。なんてどうでもいいですよ。あなたの武勇伝、そもそもあなたに興味なんてないし、私がいつものようにとても美味しいご飯を食べてると、よその国から来た人たちがなぜか私のおかずに手しつける。なんかどうでもいいです。